みんなその今の人間が自分のその頭ね、これが大したもんだと思ってるのが大違いだ。だから思いは頭の分岐物って、これまあ私の古今の名言じゃないか。このいや私もつくづく思うんだけどね、その私があれだ、あの折り紙始めたんでも、その折り鶴みたいないいね折り紙の作品を一つ俺も考えて後世の人にたくさんに折ってもらいたいと思って、そういうつもりで新しい折り紙考え始めたわけだね。これがまたこの仏道修行をして、そしてやっぱりその折り鶴みたいにみんながこの大あのこれこそ間違いのない言葉っていうのを一口だけでも言って皆さんのお役に立とうっていう、そういうんであれしたけど、思いは頭の分泌物なんてのは、これはまさしく折り鶴に匹敵するあの名作じゃないか。これ本当にね、あの思いってやつ、この頭の中からね、ただ分泌してブツ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 ね、分泌してくる分泌物だ。これをみんなそうでない、俺の頭は大したもんだと思って、それでその俺の頭だけを物差しにして全て測ってるから、これがバカっていう。いや、バカバカって言うけど、本当にバカだもん。それで、今その工夫はいかなるかこれしょう、いかなるかこれし、いかなるかこれ真理、いかなるかこれ世が、いかなるかこれ人。これ本当にその工夫っていうのはね、こういうその例えば生じ信心与奪任意っていうね、そういうその動きだね、出入り動きが一体どこから出てくるのかっていうのをよくあの頭働かして知らなきゃなんだ。いかなるかこれしょうって、あのだから私がいつも言うように、一生のうちにあれあれまあ生きてるっていうことはね、あの結局根本的に言って生理的に根本としてはこうやって毎日息してることだ。結局ね、この息してるってね、一生の間にいくつ息するの、誰も考えちゃいないじゃん。この起きてる時だけじゃない、寝てる時も1分間にいくつの割で息してるし、喋ってる時も息してるし、物を食ってる時も息してるし、物を考えてる時も息してるんです。これしょっちゅう息してて、で一生の間にどれだけの息しなきゃあんないか。これみんな俺の頭でやってんじゃないんだもん。つまりこれいかなるかこれしょうってね、この本当のしょうっちゅうもの、頭よく頭働かして俺の生きてる根本は何かってね、息の根を俺の頭でも思いでもって捕まえようって、で一生懸命になって、これよく工夫すべきだ。こうしてみると、その一生懸命俺の息の根を俺の思いでもって捕まえようと思って一生懸命探してるっていうね、そういう思いそのものがこれまたその大きな天地いっぱいのとこからふっと動いてんだ。結局ってみんな天地いっぱいのとこから息してるんだし、天地いっぱいのとこからものを考えてるんだしね、それを決して俺が生きし俺がものを考えて、そんな単純なもんじゃないんだってこと、思いをよく働かしてそれで知るべきだ。でいかなるかこれ死って、これ死ぬって言うんでもそうだ。この間もそう言ったら、あのたまたまこの間のあれで手紙の中にの一つちょっと広げてみたら、あとあの自殺に対するその、意見はとても素晴らしかったって書いてあったね。結局みんな自殺しようって、自分面白くないから自殺しようって言ってね、でまあ自殺して毒飲んだり、それからビルの上から飛び降りたりするんじゃない。ところがビルの上から飛び降りて下までそのダシャンと落っこちるまでの間に、あ、しまったってみんなその思うに違いないと思うよ。そりゃそうだ。これ人間っていうのはね、生きたいっていうのが本能なんだから。だからこれその
ビルの上からバーンと飛び降りるまではあれだろうけれど、それから地上に落っこちるまでの間にしまったと思ったってあんたもう間に合わない。だから大概自殺する人間は、あ、俺しまったって思いながら死んでんだと思う。きっとあのそういう記録がないかわかんないけどだけどきっとそうだと思う。で結局死ぬんだって、自殺だけは俺の思った通りできると思ってるけど大違いだと思う。その自殺しようと思ったやつは死ねなかった、ああしまったと思うやつが自殺しちゃったり、でみんなね思った通りはいかない。でこれもいかなるかこれ死っていうのはね、これもよく考えてみる、ね、からこれいかなるかこれ死に、これみんなね天地いっぱいからの空気を呼吸し、天地いっぱいからの水を飲み、天地いっぱいからの食物を食べ、天地いっぱいからの命は生きてんだ、これみんな。だからこれあれですね、いかなるかこれ死に、いかなるかこれ世なつって、これまあ風邪ひいてるうち行ったって、これその薬が一体飲んでみてどれほど効くもんか、それ薬をこう与えてみても俺効くか効かないかね、本当はね薬が効くのもそのあれですね、生命力が働けばこそ効くんだ。それでそうでない、薬が絶対的に効くんだったら人間死なないもん。死ぬ時に薬飲んで、それでそれであの薬が効いて生きてるんだろう、ね、の最後はどうせ薬効かないなって死ぬんだろう。それでね、その点そのいかなるかこれ世だす、いかなるかこれ任意、これあの天地の理に任す、天地の理に依すっていうことですね。でいちいち全てこうよく頭働かして、そしてそういうことを考えてみると、その本当にね我々天地いっぱいの生命からだけ生きてるわけです。でそれ同門出入の不相法なるか、一尺落材に増進露覚なるか、大量に逃げなるか、老子日なるか、一家名寿なるか、一大増強なるか、一種一条修行なるか、一枚面目なるか、三十年後なるか、一年晩年なるか、司祭に検定し、検定を司祭にすべしとこう。結局これまあなるかなるかっていうのは、まあ、みんなそういう道理もあるわけだね。その同門出入の不相法なるかってね、結局我々六あの同門っていうこの我々の肉体と外との間にこう六根っていってね、現に理絶心にっていうねその門がある。それでこう外と あの交流が起こるわけですね。で同門出入の不相法なるかって、これ六根の中でもって出入りしながらね、その出入り している者同士がねあの出会ったことないんじゃないかということね。それは本当に出会ったことないんだ、あこれそうだってね、そんなこと分かりっこないんだ。息一つでもさ、俺が息してるって言ってその出会いながら息してるんじゃないんだ、出会わずにこう勝手に息してる。で一尺落材に増進露覚なるかという、これまあ難しい言葉だけど、一尺っていうのは、尺っていうのはね一つの動作を表す助詞なんだそうだ。例えば方尺とか節尺とか動尺とかって言ってね、そのただ動くの解く合うっていうようなあの普通の動作を使うその言葉にちょっとつける言葉なんだね、弱っていうのは。で落材の材っていうのは、落っていうのは落成式なんていうけれど、その出来上がるっていうことか。だから一つの行為なんかを成し終えた時っていうことね、一弱落材に、それに増進露覚なるかって、全体が隠れてそして一部しか見えないのじゃないかってこういう意味です。一尺落材に増進露覚なるか、大量日逃げなるか、これよく考えて分かるものなのか。いや今言うように
息一つでも息の根のあり方をよく考えてね見なきゃならない。しかしそれでことが済むことでもないんだし、から老死日になるかって、これはまあ年功を積んで初めて知るもんができる、知ることができるのかっていうね、これは私も70になって初めてなるほどなって思うことあるものね。そのやっぱり60代にはわからない気分が70になって初めてわかる。そうしてみりゃ俺80の気分はまだ私にはわからない、こういうことだね。で、一家明寿なるかって、これ天地いっぱいが一粒の明らかな玉であるのか、あるいは一大蔵経なるかって一切経の教えそのものなのか、いや一切経の教えそのものが仏法かそのものなんだからね、仏法そのものをただ一切経は注釈してるだけの、だからあるいは一条四条なのか一本の杖なのか、まあもう一大蔵経っていうと膨大だけど、またこれ一本の杖の中にその仏法全部が入ってんだ。で、一枚面目なのか一つの面目であるのか、それから30年後なるか1年晩年なのかと、1年のうちに晩年があるんじゃないか。で、司祭に献典し、献典を司祭にすべし、献典の司祭に与えて万言文章万に見識、さらに社門一石言の解明なりに、風情目前法なり風情目前にない。いやそれでもう司祭に献典してた、それで万言文章と目を精一杯広げてね、それで声を聞くっていう、から精一杯耳立てて色を見る、それでまあさらに社門一石言を解明するに、大切なのはね社門一石言の解明だ、仏法人としての目を開かなきゃ。さっきも言うようにね、世間人はみんな他との兼ね合いや物の比較だけでみんな物を見てるわけだね。それに対して今仏法人として目を開くっていうのは本当の意味の生命実物の目を開かない。解明なるに不善も不善法なり、結局あれして本当の意味で仏法としての目を開いてみるとね、目前の方じゃないって、目の前にあるもんじゃないんだ。そんなこの いつも我々いつもこの目の前のもの、あるいは頭で考えられたもの、その向こう側のものばっかり考える。ところは本当の生命実物はって、今私に働いてるそれなんだ。それで見ると見られると、私と世界と、あるとないと、生と死と、全て二つに分かれる以前が、これが本当の実物なんだから。そういう、だからこれ不善も不善法なり、不善も不善じないだ、目の前に見えることじゃないんだ。で、ヨーヨーの破言あり、瞬目あり、これはまあその過小尊者とお釈迦さんのやりとりね、お釈迦さんがの一本の花念じて、そしてちょっと呼び瞬目したって、そしたら過小尊者がにっこり笑ったっていう、それのヨーヨーの破言あり瞬目あり、これ行仏の意義の残事ないと、これいかにもお釈迦さんと過小尊者のこのやり取りのようだけど、それ自身、それ一つひっくるめて一つの生命実物が働いてるっていうことね。これはだから行物の残意義の残事なんだ。で、非物見にあらず不見もつないと、これ物に惹かれてあるんじゃない、また物を引くんでもない、要するに他との兼ね合いじゃないんだ。お釈迦さんと過小尊者のそういうその
療養の派遣と春木とっていうのね、これは決して他との兼ね合いでやってる話じゃない。全く生命の実物そのものっていうことだ。それで物に惹かれるんでなし、物を惹くんでなし、縁起の無性無差にあらず、縁によって自然に出てきたもんでもない。これ事実主せざるには現れずなんだから、本当に事実やればこそやったんだよね。それで自然にその縁起でもって自然に出てきたってもんじゃない。で本性発祥にあらずって、からこれはまあ法華経にあれですね、本来本発祥という言葉である。しかしながら今そんなね、その本来本発祥という既製品じゃないっていうのね、既製的に既製品としてこう、あのいや洋服なんかでもこれ吊るしってやつがあるじゃないか、あの洋服一つ買いに行くとちゃんとこう柳原なんかね、あの昔の東京、その吊るしがザーッと並んでた、ああいう既製品、本来本保証っていう既製品としてあるもんじゃない。この生命の実物っていうのはそんなその既製品じゃないんだ。重方位にあらず、これもね、あのあれだ、この法は方位に重して世間層成就、これがあの法華経にある言葉です。これもそうだ、そのもののあり方、の重方位っていうのはそのものがそのもののあり方をしてるってことだけど、今はそんなね、そのやっぱり外側からその見えるようなその法のあり方じゃないっていうことね。あのその法が方位に重して世間層成就っていうと、いかにも外側から見た話になっちゃう。でそういう外側から見た話だ。それから本無前にあらず、これ本来自然存在としてあるというもんでもない。如是を是するのみにあらず、これまあ如是を是するというと、いかにもああそれがそれまんまって言ってね、これのただ体感してるみたいね、そういう体感的なもんじゃない。ただ異義行物なるのみない。結局行事ただけが行事たんだ。それで生命実物をしただけが生命実物なんだ。だから決してね、今行物異義っていうと何か普通行物異義っていう特別のなんか形があると思ってんじゃない、みんな。そうじゃないんだ。本当はね、どうあってもいいっていうのが生命ってもんだ。このどうあってもいいんですよ。どうなきゃならないってことはないんだ。そのどうあってもいいっていう、どっちどう転んでもいいんだ。二つに分かれる以前なんだから。東西南北ね、沢木浩氏が言ってたよ。東西南北どっちどう転んでもいいんじゃ、東西南北どっちどう転んでも十方仏どっちだ。それで結局大切なのはそういうどっちどう転んでもいいっていう生命をのあり方を今ここでやろうって。この話はね、その非常にね、その 単純じゃないんだね。どっちどう転んでもいいって言って、ああどっちどう転んでもいいんだとこう思ってんじゃない。ところが大切なのはそのどっちどう転んでもいいってことに全部をかけて、その今ここでやろうっていうのはね、これがどっちどう転んでも命、今この実物こそ命って思った。で俺その辺がね、あの話はだから非常に立体的である。あのよくね、その辺間違わないようにしなきゃいけないね。だから人はだからどうしなきゃならないってことは一つもないんですよ。いや早い話が、今私今日なんかでも本当に最後の最後まで法令やりきれねえなと思ってあれしてんだ。しかしながらまあこれとにかく俺の生命力のまんまにやるだけやろうっていうだけで出てきてるわけだしね。ほいでまあこれもうやめてもいいんだ。
やめてもいいんだし、ものをやらなくてもいいんだし、しかしな、やれる限りはやるんだし、それだけだ。これは結局ね、のそれ以外ないじゃないですか。結局それがね、成仏意義になるのみなりだ。で、成仏意義って何 か格別の型格好があると思ってる。それが違うんだ。そうでない、今この初めから言ってるように成仏意義って仏の実物するってことでしょ。その仏の実物するっていうのはどういうのかって、今みんな生命の実物生きてんだから、その生命の実物の通り精一杯や、ただ生きようっていうだけが、これが成仏なんだ。で、どうなきゃならないってことなんだ。で、聞かればすなわち違法維新の消息、よく真に任す、脱生脱死の意義、しばらく仏に一任せり。これ違法維新の消息っていうのは、さっきあの前にもあったけど、法のために身を捨つる、身のために法を捨つるっていうね、どんな場合もあるわけだ。それみんなそういう人生運転のあり方だね。その消息、よく真に任す、真に任すって生命の自由運転に任せる、のどういうことはなきゃならないって言って、のいや、あのなんとか風邪を早く治して元気になって、そしてみんなよくうまいこと喋んなきゃって、そんなこと言ってて間に合わねえんだ。本当にもうしょうがない、もうそんな風邪が治そうもクソもなしに、今喋るだけ喋るっていう、それだけでやってんだし、結局はね。でよく真に任す、脱生脱死の意義、これ生死到達の意義のあり方だ。しばらく仏に一任せり、生死は仏の御命なりだ。どっちどう転んでも御命だ。それぞれ御命に任せるだけだ。故に同志は万法唯心、三害唯心、さらに向上に道徳するに唯心の道徳あり。万法唯心って、これ脳書二つに分かれる以前が生命実物ですからね。そので、三害唯心、さらに向上に道徳するに唯心の道徳あり。さらに一歩進めていやね、三害とか万法とかって上にくっつけるだけは余計だ。だからただ唯心って言うだけだ。しかも唯心って言うと、なんだ、いわゆる障壁伽羅だ。今目の前にこの現れた、これはコップだって言ったらコップだけだ。で、この唯心にあらざるがゆえに障壁伽羅にあらず。今障壁伽羅って言うけれど、この唯心でもないんだとすれば、もう障壁伽羅でもない。これ行仏の意義なる任心任法、違法維新の道理なり。これはもう本当にただ行仏の意義なるというのを、生命の実物するっていう、生命実物運転そのものだ。今自動車運転のこと考えててもね、どうするって言って頭考えてやってんじゃないんだ。頭って考えないで、とにかく実物運転するんだ。今それと同じように、今生命実物運転生きてる。今みんな誰でも彼でも生命実物生きてんだから、この生命実物運転をただやるって、それがこれ行仏の意義なる任心任法、違法維新の道理なり。さらに資格本学等の所有にあらず。これはね、資格だ本学だって言って仏教教学の言葉持ち出してみたらしょうがないんだ、こんな時に。で、言わんや下道二条三元十章の所有ならんや、いろんなね、あの言葉の名目持ち出してたってね、生きた話はないんです。この意義ただこれ面々の増えない、これその生命の実物を事実やってるっていう時にね、ただこれ面々の増えないって、これあれですね、余地年確に知られずるとなろうことながれって弁当話にもあるけど、自分のこう
思いで知られることは一つもないんです。この自動車運転してる時に、ああここでもって石があったから石を避けて通るんだって、そんなで自動車運転してんじゃないんでしょ。実は俺刻々にやってんだ。で前々の笛なるところ、そのことにおいてもう出会うところはないんだ。笛です。でただやるだけだ。たとえカッパッパッチも上々になるところ、もう実際に生き生きと働いたとしても、上々にっていうのはね、それなりのあり方をしたっていうだけだっていう。俺本当にまあもうね、生きた話っていうのはそういうもんですよ。結局ね、指一つでもこう怪我してら、これ存在が大きくなるわ。小指一本にちょっと怪我してるとこればかり。しかしながら本当に何ともなきゃ自由自在に働いてるもので全く覚知していないわけですね。俺いつでも俺は手の指5本持ってて、そして今これ中指を働かせ、今小指を働かせて、そんなことを思いながらやっているんじゃぎこちないもん。こんなぎこちないない働き方じゃない。本当に我々の生命の働き方っていうのは全く笛のところで、それで自由自在に働いてるわけね。それでたとえカッパッパチも両上になる、一上鉄か両等どうか、一上鉄ってのは一貫してるのか、それから両等どうっていうのはまあ両面的なのか、それはその一貫、生命が一貫してるっていう点から言ったら生命一貫してますよ。だけど一条鉄は長短にあらずな、一貫したって言ったってね、長短の問題じゃない。だから両等道って言っても、両面的だって言っても、自他とか見るとか見られるとかって二つになるもんじゃない。でこのそれがね、主観と客観とってんでね、それからまあ、肉体と心とっていうような調子でね、今の例えば医学やなんか解剖しちゃうから、これ切り離しちゃもうね、両方ともう生命がない。そうでない、両面がないわけじゃない。見る見られるというね、あるいは自分と他人、それから体と心っていって、全てその二つに分かれないことはないもの、両等道っていうことあるわ。しかしながらそれ切り離したら生命になる。たった一つの生命として全てをこう働かせなきゃね。でこの天地陶器の力、今今度自他って言ってきたから天地陶器って出てくるね。天地っていうのはおしけさんがそのあれして、だから陶器ってのは学人のこと で天地も陶器持ってる力、工夫を売るに言万法なり言行一斉なり、これまあその天地も陶器も二つじゃない、結局たった一つの用物だね。で言万法っていうのは意向が万法を覆うっていうこと、つまり実際に今こうやる一行がまた同時に一切行だ、一万歩を追うちょうど原稿一斉と魔の子が一斉を抜きんでてるちょうどです。で修法をさえざる巧妙あり創造仏伝畜三門、これ仏さんがねこの巧妙を放つっていうと、まあ法華経の始めも出てくるけど、これをあれするとこっからパッとこう東方万八千の道を照らすっていうね、光明を放ったっていうような話が出てくる。そうするとそういう放ったとすると、今度は収めるとシュッとこう収めるとここもあなる。それでこれ修法っていう言葉があるわけだけどね、今そういう光明っていうとそういう修法が考えられるから、で今修法をさえざる光明ある、あるいは修法にあらざる光明ありっていうのね、
これ光明っていうのね、今宗教でもって光明っていうのはね、あのピカっていうね、こういうあの物理的なあの光じゃないですよ。よくそれ知っとかないとね、正法眼蔵にも光明の巻っていうのがあるけれど、光明っていうとなんかピカッとね、その私の頭なんかはそれ巧妙に見つけてその、私があれすると道歩いてると、あとはこの野球なんかしてる子供が「あ、眩しい眩しい」ってよく言う子がいるもの、それほど巧妙に輝いてるだけど、こんなのはね、その物理的な光はね、その宗教に言う巧妙じゃねえんだ。そうでないよ、光明っていうね、仏教でもって光明ってね、言うと何かっていうと、この阿弥陀経にもある青色青光、青い色には青い光が、それから黄色黄光、この黄色い色には黄色い光がある、それから赤色赤光、その赤い色には赤い光がある、白い色には略式略光、白い色には白い光がある。これ結局ですね、その人その人なり、あるいはそのものそのものなりに光り輝くってことだ、生き生きしてるのね。そのまま私が言う、スミレはスミレの花が咲く、バラはバラの花が咲く、これどうなきゃなんなことはない。その人はその人なりのその生命が発現すればいいんだ。それが宗教的光明です。で、創道仏伝直三門と、創道は創道なりに輝き、仏伝は仏伝なりに輝き、直は直なりに輝き、三門は三門なりに、これ結局その全てそれはそれなりにだ。さらに十方通の眼ありて、十方に通ずる眼がある。俺は例えばその間私はいつも言うように、マイカーでね、何千キロを走ろうとだ、俺その自分の車でもって何千キロ走ってるって言っても、その何千キロ走る中の刻々映る風景もね、出会うところもみんなこれ事故の間ね、事故のものだ。そしてそれに対して運転は手元足元だ。でこれ十方通のこれ眼相手、運転していく限り十方を全部こうスカッと見てるところなきゃ、生命っていうのはそういうもんです。それから第一禅宗の眼相手、これ全てを今この手元足元でもってね、収めてるっていう眼相がある。だから真の前あり真の後ろありというね、これ前後いろいろ、前後は前後だ、前にこういう経験がある、こういうあればこそこれまた経験できるの、運転もできるんだからね。だからまた心の後ろありという、これこうすりゃこうなるっていうね、経験もちゃんと知ってて、計算にそういうその時間的関係もちゃんとこう今ここでもって自由に運転していかなくちゃ。で、格のごとくの厳に微絶身に光明苦毒の熾烈なるゆえに不中を保にせる三世諸仏あり。これまあ厳に微絶身にっていうね、それが光明苦毒の熾烈なるゆえにっていうのは、この生命力だね、いわば生命力が生き生きとしてこう働いてる。で、それを不中を保任せる三世諸仏愛、これはなあれですね、本来本発祥天然二正心中で、三世諸仏あることを知らず、理の白骨かえってあることを知るっていう言葉があるね。結局あれなのね、このそういう生命実物、三世諸仏はそれを自由にその使ってて、あることを知らない、別にそういうので不中を保任せる三世諸仏ありだ。
すべてのね生命自由運転をその我が物にして働かしているんだけど、そして決してこれこうだからこうだっていうさっき言うような運転してるのに石がそこにあるからそれをよけて通るんだって、そんなことをこういちいちあることを知ってやってんじゃないんだ。とにかくそういうとこにスッとこう通ってっちゃう、これあることを知らずだ。それに対してかえって客中かえってあることを知る、その客中を登記せるというのはね、登記っていうのは機械につけ込むっていうことです。機械につけ込んであることを知ろう知るにそのリヌ白虎がある。リヌ白虎っていうのは一七そのこれはこうだったりを一生懸命知ろうとしてるね。だからぎこちない。それで変な音させないでください。でこの針あり、で針っていうのは取り付き場です。この原罪あるは法の業物を解き、法の業物を許すなり。このようにね、結局どっちどう転んでも大命、十方仏道中だ。でとにかくどっちどう転んでも大命なんだけれど、それじゃべったり無風景かっていうとそうでない。そこでそのいろいろのその出入りがあるわけですね。この大命の中に出入りがあるって、だから法の業物を解き、法の業物を許すなり。これ法華天目家の巻にはそのあれです、十方仏道中だね。で十方仏道中なんだけど、その中に法華天あり天目家ありのいろいろのね風景がある。それと同じように今法の業物を解き、法の業物を許すなり。でその次の段はそのあれですね、この法の業物を解き、法の業物を許す、その実例としてね以下の話が出てくるわけですよ。今日